はい、3日目です。カジノができたんでね、カジノに行きますよ。あ、ちなみに1日2日目はどんな感じだったかっていうとね、最初からインプレッサーっていうすんげえ速そうな車をもらってですね、そんなにゲーム的には困らないし、敵もなんか知らんけど遅いので金がガンガン溜まりまくって、勝ちまくってる上にお金をもらって車を改造しまくれるっていう、もうわけのわかんない状況ですね。あと敵キャラが今のところ女の子ばっかりで、あ、そういうゲームなのかなって思いました。カジノ行こう。何これ、あ、結構簡単なやつじゃん。スクラッチ、スロープ、タクシースクラッチ、シートの使い地分見つけずって、全部同じマーク。まあね、ベッドと同じベッド3つか。まあいいや、ちょっと1万8000だから1100ぐらいかけるか。4回ぐらいやろ。4回ぐらい。お、何これ、ベッド。マジで24000は1000万使って最初から7500は、ちょっと待って、金たまりすぎだねこれ。またこれも皆さん買えるかなって。これまあだったらこうなんか妖艶な感じの、うん、まあまあいい、あんまねやりすぎないことが大事だから、ね、こういう系はね、会場にちょっと稼いだら夜を待つと。ちょっとスキップしますね。今回敵いないんだね。ちょっと待ってね。またあのお姉さんからメールが来たんでね、ちなみに5日目になってますけど、まあいろいろ何もありませんでした。はい、その前まではレースもなくてね、ただカジノで金を稼いでるってだけでしたね。あっちに集まってる、なんだろう、ちょっと寄せてくれよ。ギャラリーの女の子が迷子の猫を見つけた。今から見に行けばいいじゃん、レース終わらさなくて。いつも通り勝ちましたね。今回は俺の勝ちだったね。今回もって言わないところがいいですね。なんかこう次回はどうかわからないよっていう意味合いも込めながら、もう一つでゲーム上1回2回負けてる人がいたとしても話が合うようにね。やっぱり子猫のことが気になってて、それで勝てなかったのかと、お姉さんに対してね。かすみさんですか、暇でもないかと、見に行こうと。ちょっと待てよ、おい、この子猫関係あんのか、ストーリーにないか。なんだろう、なんだこのストーリー、峠マックス2みたい。はあ、あのお姉さんも聞かれなかったと思った。ちょっと待って、っていう話なんだね。さあ車いじるかっていうことでね、パーツ購入。そろそろエンジン系にこう行きたいもんですね。いやー、あ、これ何、これ性能はあんま変わらないんだ。でマフラーは好きなやつ選べと。ノーマルマフラーをなんで買うんだよ。今つけてるマフラーって何なんだよ。じゃあ、砲弾マフラー、まあ砲弾かな。高いな、俺結構。インマニ、キマニ、エンジン、クランク、まずはバランス取りかな、個人的には。エンジンパーツの重量バランスを抑える地味系ですね。有り金がない、ほとんど。これもしなんかパーツ消耗する系のなんだろうゲームだったら終わってたな。あ、ほら R34 だ、やっぱりパンサーもランサーだよな。スイートスポーツ、なんじゃこれ。わ、すげえな。メーカーにギリギリ怒られないな、車のあれだな。まあいいや。カジノで新しいゲーム、ダイスゲーム店を増えましたね。ところでもう9日目ですね、ゲームに進展がありません。なぜか、多分私はこのゲームの外にあるバイトをするという項目を全くやってないからでしょうね。多分こういうバイトをガサツでアルバイトをしてれば何かストーリーが進むのかもしれません。ただ私は働きたくない、ということで、こちらのダイスゲームをしようと思います。有名なマーチンゲール4を使おうと思います。もうね、金減ってんじゃん、負けてんじゃんって話なんですけど、はい、スモールにかけます。かけます。
負けてんじゃん。で、今負けたでしょ、これ100円負けましたと、100。あ、今ポイントね、100ポイント負けましたと。負けたら負けた分もう1個、負けた分をかける。次は2回かける。ね。勝ったと。そしたら400持ってくるでしょ。で、こういう風にすることで、絶対に儲けが増えていくっていう仕組み。マーチンゲール法っていうのは、負けた分のお金を上積みしてかけることによって、払い戻しが2倍だったら、必ず返ってくるじゃん。あのね、返ってくるじゃないですかって。例えば、じゃあ最悪、じゃあ1億円マイナスの状態で、さらにもう1億円かけると2億円でしょ。で、倍率2倍だったら2億円、あ、4億円分返ってくるわけですよ。倍率2倍だから、2億円かけたら2億と、もう2億回ってくるわけですから。っていう感じで、かけてたらいつの日か勝てるよねっていう、そういう仕組み。ちょっとまあいいや。じゃあ、ていうか、なんかもう。はい。で、負けたら、はい、負けた分かける。今、100円分負けたから、もう200円かけると。はい、こうやって増えていくと。で、今度はまた100円かけると。はい、で、負けたらまた負けた分かけると。はい、今200円負けたから次は200円かけるんだよ。200円も負けたんで次は、うん、そうだね、ちょっと倍にしていくと。はい、次800円かけると。やばい、種銭がない。種、6、7、8、やば。どうなる？こういうこともあります。こういうかけてる間にマーチンゲール法でいつか家計戻ってくるよねとか言ってる間に、持ち金がなくなるっていう、そういうでかいデメリットがありますね。あと常に倍率は2じゃないからっていう。終わりじゃねえかよもう。はい、家計お金がなくなりました。さあどうするんでしょうね。ちょっとなんか面白いことがあったらまたお知らせしますっつってね。やば、ダメじゃん。でも働きたくねえな。でも絶対働かない。 OK、 次いきます。スキップします。今気づきました。連絡帳を交換した女の子とメール交換できることが分かりました。メールできる、こちらからメールできることが分かりました。さっきお姉さん、かすみさんですね。19歳、大学生、薬学系、頭良さそうだね。ダンサー、16歳、は ?16 歳、は、ここ日本じゃねえの。まあいいや、なんかできるんだ、こういうこと。なるほどね、じゃあこうやって金稼げばいいんじゃん、バイトしなくても。 OK、OK。ということで、なんかいろんなお姉さんにメールを送ってですね、レースをしてるわけなんですけどもね、いろんなって2人しかいないけど、ね、ポイントが溜まってますね。特にさっきのかすみさんってお姉さんは9万ポイントもらいましたね、1レースでね。バイトする必要ねえじゃん、ほぼ紐みたいな生活を送ってますね。まあいいや。で、今持ったのがセーブデータを見てるとね、13日目でそこそこ勝ったりなんかしてるのに、まだ 0% っていう。この 0% は何なんでしょうね。まさかアルバイトをしないとこのパーセントは上がっていかないとか、まさか。今気づいたんですけど、マーチンゲール法がどうだってたんですけど、ビッグにかけた方が当たるなって気づきました。はい、ほらね、クイックなんか、クイックなんだっけ、ミッションっていうのをつけましたね。なんか変則の仕組みが変わるみたいなんで、シーケンシャルミッションってやつですかね。今見てたのは H 型って言ってね、1下げて2斜め右上だったけど、多分シーケンシャルの I 型だと思うんですよね。ゲームセンターのやつとかみたいに下に引いたらずっとシュートアップ、なんちゅうの、前側に押してったらシュートアップって感じなのかな。あとクラッチをカーボン化しましたという感じです。お金は増えるばかりです。あとなんかカジノでね、なんか当たる方法が分かっちゃったんだけれども、結局あのお姉さん、かすみさんとお姉さん、レースした方がね、お金もらえるなってことが分かりました。一回かすみさんに負けました。シュート方法が違って分かった。これはどう説明したらいいんだろう。今までだったら1速から2速に下げるときには下に下ろすんで方向機の下を押してたんですけど、そうじゃなくて2速はシフト、ミッション全体で見ると左下にあるから、左下のボタンを押すと2速に入るっていう、そういう方式になったということが分かりました。すいません。なので、今入れてるギアから、どっち方向にギアを動かすかっていう選択ができた状態だったんだけど、それは変わって、シフト、ミッションの位置全体から見てどこにギアを動かしたいかっていうのは一発できるようになったっていう、そういう意味ではね、クイックなんですよね。2速から、まさから2速から5速に入れるとしたら、今だったら方向機上、右、右、上なんだけど、そうじゃなくて、ただ右上にボタンを押すだけでそこに入るからっていう、はい、そういうね、お金が貯まったりしてるんだけど、時間もだんだん減ってるという感じですね。こんな感じでちょっともう一回終わりにします、今回は。はい、取り留めもなかったかもしれないですね。